一から学ぶ高校受験数学。今回は中2の第43回直角三角形の合同条件をやっていきます。ということで、以前ね、合同条件って言ったら、三角形の合同条件っていうの、これ覚えたよね。で、今日やるのはね、三角形じゃなくて、直角三角形。実はね、三角形の中でも直角三角形だったら、特別な合同条件っていうのが実はあるんだよね。 それを今日はしっかりと押さえていきましょう。いいでしょうかということで、以前やった合同条件と同じ。しっかりとね、ここは暗記が必要だから、頑張って覚えていてね。じゃあ行くよ。早速、ポイント。覚えよう。直角三角形の合同条件。ということで、直角三角形がね、二つあった場合、どこを調べたら、その二つの直角三角形、合同っていうことが言えますかということだね。 ということで、はい、ね、なんか似たような形のね、直角三角形あった時に、どこ調べたら合同って言えるかって言ったら、はい、一つ目です。一つ目の合同条件。それが、直角三角形の、まずはね、この斜めの辺。この斜めの辺。それと、そして、もう一つはね、どれか残った辺。どれでもいいです。このね、二つ今、辺が残ってるけど、どっちでもいいです。 どっちかの辺が等しいと分かれば OK。ということで、この合同条件をね、直角三角形の、まずこの斜めの辺。斜めの辺のことをね、これを斜辺と言います。OK。直角三角形の斜辺と、そして残った一つの辺。つまり、他の一辺。 OK? 直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しいと。はい。これがね、一つ目の合同条件になります。いいでしょうかもう一度言うとね、この斜めの辺、斜辺です。それと、残った二つの辺のうちのどっちか。ねえー、例えば、こことここの辺。これが等しいと分かればね、もうそれだけで合同っていうことが言えるんだね。OK? このね、合同条件、みんな一言一句間違えずに覚えてよ。OK? 直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい。OK、何度も繰り返して覚えてください。そして次、二つ目です。二つ目の合同条件が、はい。まずはさっきと同じ。まずは必ずこの斜めの辺、斜辺が等しいっていうのを調べましょう。そして次は、残ったこの二つの角のうちのどっちか。例えば、この角と、 この角。ね。この二つの角が等しいというのが分かれば、それだけで OK です。ということで、この時の合同条件は、直角三角形の、斜辺と、そして、一つのこの角。このことをね、A 角と言います。一つの、鋭い角と。 はい。で、A 角ね。はい。直角三角形の斜辺と一つの A 角がそれぞれ等しつ。これがね、二つ目の合同条件になります。いいでしょうか ?OK? みんなこの二つのね、直角三角形の合同条件、しっかりね、一語一句間違えないようにして覚えてください。ちなみにね、覚えるときの注意点としてはね、必ず最初は、直角三角形のっていう言葉ね、ここ忘れないようにしてね。OK? そして、直角三角形の次ね、斜辺等まで。ここは二つとも同じだね。直角三角形の斜辺と、ここまでは全く同じ。で、違うのはね、次の言葉だね。他の一辺なのか、それとも一つの鋭角なのか。ここの部分だけが違うからね。ここの違いだけしっかり押さえておけば大丈夫だと思います。いいかな。ということで、この二つのね、直角三角形の合同条件、これを覚えておけば、今日の例題の問題ね、えー、皆さんバッチリ解けるはずなので、じゃあ一緒にやっていこう。 じゃあいくよ。例題。次の図で合同な直角三角形の組を見つけ、記号合同を使って表しなさい。また、その時に使った直角三角形の合同条件を答えなさい。という問題です。いいかなはい。ということで、さっき覚えたね、この2つの合同条件のどっちかに当てはまっておけば合同ということができるんだよね。はい。ということで、今回5つの直角三角形ありますが、 まずはね、必ず使う、そう、斜辺ね。斜辺が等しいっていうことが言えてないと、合同条件これ使えなかったよね。そう。だからね、まずはみんな、この5つの直角三角形の斜辺を見てみましょう。そうすると、斜辺が、はい、この1つ目のね、直角三角形。これ斜辺は、そう、5センチだよね。いいね。そして次の直角三角形。はい、これも斜辺は5センチ。お、バッチリだね。 そして次の直角三角形も、そう、斜辺は5センチになってる。そして次の直角三角形。これも斜辺は5センチ。いいね。ただ、最後の直角三角形。これって、うん、斜辺、この斜めの辺、長さが分かってないね。ということで、まずこの時点で、この最後の直角三角形は、うん、合同なね、三角形ということでは、ちょっと今回言えそうにないというのが分かるはずです。ここまでいいかな。 はい。じゃあ、そしたら、早速、次行こう。はい。斜辺が分かれば、その次だね。はい。まず最初、一つ目のね、三角形。これって、斜辺以外の辺がね、3センチと4センチって分かってるね。じゃあ、そしたら、そう。今回の合同条件のね、他の一辺。ということで、この斜辺以外ね、3センチ、4センチになってるやつ。他にね、3センチか4センチ分かってるやつないかな、というのを探してください。 うん。そうすると、みんな見つかったかなそうだよね。他に、他の直角三角形で分かってる辺の長さで、そう。この3センチって分かってるやつがあるよね。そうです。ということで、ここにも3センチがあるから、そう。この2つの直角三角形、斜辺と、そして他の一辺がそれぞれ等しい。ということで、合同って言えそうだよね。いいかな ということで、まず一組目、この二つの直角三角形合同というのを言っていきましょう。はい、じゃあいくよ。はい、書くときは、いつも通り、対応する順で書いてください。つまり、三角形 ABC と。はい、言ったとしたら、次のね、こっちの直角三角形。A と対応するのが、そう、L だよね。B と対応するのが J。C と対応するのが K だから。L、J、K の順番で言ってね。 三角形 LJK。いいかなそして合同条件が直角三角形の斜辺と他の一辺がそれぞれ等しい。はい、これがね、今回の合同条件になります。はい、できたでしょうかじゃあ続いて他にも合同な三角形見つけていこう。そしたら次、次のね、直角三角形見るとね、斜辺5センチ。そして、 他にも角度がね、40度って分かってるところがあるよね。はい、いいかな。ということで、同じように、そう、一つの鋭角ね。これが40度って分かってるの、ないかなっていうのを見つけていこう。うん。そうすると、そうだね。40度って角度、持ってるやつってちょっとなさそうだよね。じゃあ今回、これと合同だね。三角形ないのかなって言ったら、そうです。あるよね。どこかって言ったら、この、 直角三角形見てください。40度って書いてるとこないけど、みんな、ここの角度、計算で出すことができるよね。いいでしょうかそうです。つまり、3つ合わせた三角形の角度、180から90と50引けばいいから、そう、ここが40度と自分で計算で出すことができるはずです。いいでしょうかつまり、斜辺と 一つの A 角がそれぞれ等しいってことで、この二つの直角三角形が合同と分かります。いいでしょうかということで、今回の、はい、この二つの三角形変えていこう。じゃあ、同じように対応する順ね。DEF と、はい、まず三角形いったとしたら、そう、こっちの三角形。D と対応するのが、そう、G だよね。E と対応するのが I。そして F と対応するのが H です。だから、 G, I, H ね。の順番で言ったら OK。G, I, H. はい、いいから。そして合同条件が直角三角形の斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しいだね。はい、ということで皆さん書けたでしょうかということでね、今回のこの直角三角形の合同条件。この二つね、しっかりと暗記をしておいてください。 ということで、次回の授業ではね、この合同条件を使った証明の記述、これをやっていきますのでね、ぜひ、ここのね、ポイント押さえたら、次のね、授業にもチャレンジしてみてください。ということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。え、引き続き頑張って配信していきますので、これからもご視聴よろしくお願いします。ということで、次回の授業もぜひ見てください。次回の授業で、またお会いしましょう。さよなら。